こんにちは。今回は 3D フラワーを紹介します。このように厚みのある 3D フラワーです。中心の1段目と2段目、そして3段目で長編みの花びらをつけて完成します。8枚の立体的な花びらがつきます。裏はこのような形です。編み方を編み図で説明します。これが今回の編み図ですが、わかりにくいと思いますので、少し簡単にしたこちらの方で説明します。1段目の最初は鎖編み5目を編んで、その鎖編みに鎖編み3目、そして長編みを15目編み入れます。これが1段目の編み方です。次に2段目を編んで、3段目で花びらを作ります。この花びらは入りきれないので、この小さい形で表しました。1段目は鎖編み5目に長編みを編みます。今回は並太のコットンの糸を5号のかぎ針で編みます。最初は鎖編み5目の輪の作り目からです。鎖編みを5目編みます。鎖編み5目を編んで、最初の鎖編みに引き抜き編みをして、この輪の中に長編みを編みます。立ち上がりの鎖編み3目を編んで、輪の中に長編みを編みます。2本の糸を引き抜き、また2本の糸を引き抜いて、長編みを編みました。糸端を編み込みながら、輪の中に全部で15目の長編みを編みます。長編み5目が編めました。ここまで、あと10目の長編みを編みます。1段目の長編みを15目編みました。鎖編み3目と合わせて、長編み16目と同じ形になります。次は鎖編み3目の3個目のところに、引き抜き編みをして、これで1段目が終わります。2段目も長編みを編みますが、編み方を編み図で説明します。1段目で長編みを編みました。最後に鎖編みの3個目で引き抜き編みをしました。2段目も長編みを編みますが、間に鎖編み2目を入れながら、1段目の長編みの頭に長編みを編みます。最初は鎖編みに引き抜いたところから鎖編み3目を編んで、次に間に入れる鎖編み2目を編みますので、最初は鎖編み5目を編んで、次は長編みです。長編みは1段目の長編みに長編みを編み、鎖編み2目を編んで、1段目の長編みに長編み、鎖編み2目を編んで、1段目の長編みに長編みを編みます。これを繰り返して、最初の鎖編み3目のところに引き抜き編みをして、2段目が終わります。これは3段目で花びらを編む時の編み図です。3段目の時に説明します。次は2段目です。2段目も立ち上がりの鎖編み3目を編みます。間に入れる鎖編み2目を入れて、全部で5目の鎖編みを編み、次の長編みのところに長編みを編みます。鎖編みの次の長編みのところです。ここが長編みの頭ですから、長編みの頭に長編みを編んで、鎖編み2目を間に入れて、次の長編みのところに長編みを編みます。
これが2段目の編み方です。鎖編み2目を編んで、次の長編みに長編みです。鎖編み2目を編んで、次の長編みに長編みを編みます。この模様をここまで編んで、鎖編み3目のところに引き抜き編みをします。鎖編み2目を間に入れながら、長編みの頭に長編みを編んできました。最後のところです。鎖編み2目を編んで、長編みの頭に長編みを編みます。鎖編み2目を編んで、最初に鎖編み5目を編んだ鎖編みの3個目のところに引き抜き編みをして、これで2段目ができました。3段目で花びらを編みます。花びらを編むのは、長編みと鎖編みのところに、このように長編みの花びらを編みます。この編み方を編み図で説明します。1段目、2段目と編んで、2段目の最後に鎖編み3目の3個目で引き抜き編みをしました。次は2段目の鎖編み2目のところに長編みを編みます。長編みの立ち上がりの鎖編み3目を編んで、同じ鎖編み2目のところに、あと4回長編みを編みます。次は、長編みの足の部分に編みます。長編みのところに、長編み5目を編みます。長編み5目を編んだら、この長編みの1段目の長編みのところに、細編みの引き上げ編みを編みます。そしてこちらの花びらの右側の部分は全部編んだ最後に編みます。この花びらを全部編んで、最後に花びらを編み終えてから、次の鎖編み3目のところに長編み5目を編み入れて、最初の鎖編み3目に引き抜き編みをします。鎖編み2目のところは、一つずつ飛ばしながら編みます。最初にここから花びらの半分を形を編んで、1段目の長編みに細編みの引き上げ編みを編みます。ここで細編みの引き上げ編みを編んだら、次は2段目の長編みのところに長編み5目。次の鎖編み2目のところに長編み5目。そして次の長編みの足のところに長編み5目を編んで、1段目の長編みに細編みの引き上げ編みを編みます。この花びらを鎖編み2目を1つ開けて2個目のところ、また1つ開けた2個目のところに大きな花びらを編みます。そして最後は、この花びらはすべての花びらが編み終わって、1段目の長編みに細編みの引き上げ編みを編んだ後に、最後に鎖編み3目のところに長編み3目を編んで、最初の鎖編み3目のところに引き抜き編みをしてお花ができます。次は3段目の花びらを編みます。2段目を引き抜いたところから鎖編み3目を編みます。鎖編み3目を編んで、鎖編み2目のところに長編み4目を編みます。長編み4目を編みました。次に長編みを編むのは、すぐ下にあるこの長編みの足のところです。この長編みの足を拾って、ここに長編み5目を編みます。
鎖編み2目のところ、長編みの足のところに長編みを編みました。次は細編みの引き上げ編みです。細編みの引き上げ編みを編むのは、今長編みの足に編んできたこの長編みの下にある1段目の長編みのところです。ここが1段目の鎖編みですから、その次の1段目の長編みの足を拾って細編みの表引き上げ編みを編みます。これで花びらのこちらの部分はできていませんが、3分の2の花びらができました。次は細編みの引き上げ編みを編んだところからすぐ隣の長編みの足です。この長編みの足を拾って、ここに長編み5目を編みます。長編みの足に長編み5目を編みました。次は鎖編み2目のところです。鎖編み2目のところにも長編み5目を編みます。長編みの足に5目、そして鎖編み2目のところに5目の長編みを編み、次の長編みの足のところにも長編み5目を編みます。長編み5目を編みました。これで花びらの形ができます。次に編むのは細編みの引き上げ編みです。その前の花びらで長編みに細編みの表引き上げ編みを編みました。次は一目開けたその次の二個目の長編みの足です。この続きの二個目の長編みの足に細編みの表引き上げ編みを編みます。これで花びら1枚が完成しました。この花びらをつけていきます。全部で8枚の花びらを作ります。細編みの引き上げ編みを編んだ次にある長編みの足を拾って、ここにも長編み5目を編みます。長編み5目を編み、次の鎖編み2目のところにも長編み5目を編みます。鎖編み2目のところに長編み5目を編みました。そして次にあるこの長編みのところに足を拾って長編み5目を編みます。長編みの足を拾います。ここに長編み5目を編みます。長編みのところに長編み5目、鎖編み2目のところにも長編み5目、そして次の長編みのところにも長編み5目を編んで、次は引き上げ編みです。前の引き上げ編みを編んだところから1目開けた2個目の長編みのところです。2個目の1段目の長編みの足を拾って、ここに細
細編みの引き上げ編みを編みます。これで2個の花びらができました。鎖編み2目は間に入って1つおきに花びらを編んでいきます。次の花びらはここに編みます。これを繰り返してここまで編みます。ここまで花びらを編んできました。鎖編み2目に長編み5目を編み入れて、次は足のところです。足のところに長編みを5目編みます。長編み5目を編んで、長編みの1段目のところです。この長編みの1段目の長編みのところです。ここに細編みの引き上げ編みを編んで、ここまで花びらができました。あとは最初に編んだ鎖編み3目で、鎖編み2目のところに長編み4目を編んだところです。ここが最初の編み始めのところです。2段目の立ち上がりの鎖編み3目が残っています。この鎖編み3目のところに長編み5目を編みます。鎖編み3目のところに長編み5目を編んで、最初の鎖編み3目の3個目に引き抜き編みをして、これで花びらが完成です。この糸は後ろの目立たないところにとじ針で糸始末をしてください。花びらの形を整えて、立体的な8枚の花びらができました。裏はこのようになりますが、形を整えてあげてください。1段目、2段目、3段目で花びらが作る 3D フラワーです。花びらが立体的な 3D フラワーの編み方を紹介しました。最後まで動画をご覧いただきまして、ありがとうございます。